こんにちは、はい、豊さん、はい、今キーワード8回、これキーワードになってるのはご存知でしょうか。魔の8回、魔の8回、巨人は魔の8回、一方中日はミラクル8、もう逆なんですよね。まあそれはもう3連戦やって、はい、そう同じようなゲーム展開が、はい、まああったからそうは言われるわな、はい、しかもそれはしょうがないよ。そうですよね、ミラクル8、そして巨人は魔の8回と言われているんですが、うん、まあ現時点でなんですけれども、巨人6試合連続8回の失点というところで、うん、まあ魔の8回、まあ、中継ぎ陣がというところなんですけれども、まあそうだね、はい、だから大勢投手に、あ、今日は勝ちかなと思っても8回でドタバタっとしてしまうとか、逆転してしまう、まあそこにつなぐのがな、はい、なかなかピッチャーいない。そうなんですよね。で、特にこの間の中日戦なんかでは直江投手が出てきて、そのフォアボール、三振、フォアボール、犠牲フライで1点取られてしまったヒット打たれてないんですよ。前の新聞、はい、俺担当だったんだよ、はい、ね、言ったのが、うん、余計な支給、うん、ミスはなくさないと絶対勝てないって書いたんだよ、はいはい、3つも余計な類与えて。そうですよね、笑えないよ。いや、そう、本当に献上しているようなもんですよね。そうだよね。さあ森内、はい、じゃあ俺は質問するぞ、はい、そしたら、うん、中継ぎ抑えの中で、はい、一番信頼できるピッチャーって誰？中継ぎ抑えと、中継ぎ抑えは、うん、もうまあ大勢投手だから、その中で一番信頼できるの誰だって。大勢投手も入れないでですか？だから抑えも入れてだよ。あ、じゃあ大勢投手ですだろ、はい、じゃあ8回持っていけばいいじゃない。あ、8回に大勢投手、うん、で勢いを完全に止めるんだよ、向こうの。ああ、新しい、うん、それで9回は左から始まるんだったら大江とか高梨、はい、右で始まるんだったら誰か、うん、もう一人でいいよ。1イニングじゃなくて1打者1打者、まあ、そう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 、だから大勢で8回止めろって。なるほど、誰も考えたことなかったですね。いや、俺はそう思うよ。だって魔の8回ってそれだけいわくついてんだろ。俺はやっぱ出ていくピッチャーって、お8回だよみたいな、回ってきちゃったよみたいな。だからもう余計なことするんだったら、はい、もう大勢は8回、だって西武に使えないんだったら大勢宝の持ち腐れじゃん。そうですそうです。そしたら8回投げさせりゃいいじゃん。あ、なるほど。で、9回に左から始まるんだったら大江とか高梨持ってって、はい、左って続いても、うん、大江、高梨って使えばいいじゃん。ポイントもいやと思うよ。いや、もう本当によっぽどよかったら使う必要もないけど、はい、左行かしといて右、うん、そしたら誰か変えらればいいじゃん。だからそんなね、大勢も9回だみたいな思うからだよ。まず8回が邪魔なわけでしょ、はい、8回消しちゃいいじゃないかって。あ、だから大勢で、そうかそうか。で、そこで大勢で8回やられるんだったら誰が言ったってやられるよ。そうでしょうね。そうだろそう、ね、じゃあそこをまず見せとけよ、8回。大勢今日は申し訳ないけど8回いくぞって勝ってたら、はい、そこで勢い完全に止めりゃいいじゃない。そうですと俺は思うよ。で、そこで落ち着いてきたらまた大勢投手を戻せばいいだけの話ですもんね。そうそう、一人一人だったら大丈夫だろう。一人変えて3連打だったらもう諦めるよ、その試合は。そうですよね。で、この3人が一つフォアボール出したら、うん、もうクビだよ。確かにそうですよね、もうそうなったら。だから8回、魔の8回があるんだったら大勢持っていけって。で、その魔の8回を払拭すればいいんですよね。そう、俺はね、俺だったらそうする。大勢悪いけど、はい、ね、お前までつなげないと、はい、もう8回でポイント稼げと、うん、って言うよ。そうですね。じゃないと宝を使えないっていうのは、お前だって8回用意してるだろって。もうね、抑えたり次の回行くぞって、うん、じゃあ準備するの無駄だから、お前8回って決めとくから今日って、はい、8回使えばいいよ。そうですねと俺は思うよ。俺だったらそうするよ。それって今の例えば原監督なりコーチ陣の中でその考えって一瞬パッとか出てきて、いや、分かんない、それは分かんない、ね、それはやっぱりチーム事情があるからさ、うん、それはね、使わない方とすれば勝手なこと言ってるよ、はい、申し訳ありません本当に勝手なことは言ってるけども、はい、でも8回が鬼門であればそこにいいピッチャーを当てるっていうのは自然な理屈じゃないかと思う、うん、それを抑えって言ったらまたシチュエーションが変わってプレッシャーものすごくかかるよ、1点差で。でもこれを一人3人で抑えるようなことになればいいじゃないかって、はい、で、この前だって実際直江が行った、はい、大江が行った、はい、で、菊池が行った、はい、これで1点失ってるわけでしょ。3人使うわけでしょ、ここで。ほら、ここ4人使ってもいいからさ、大勢8回1イニング任せたらお前でやられたらもう諦めるって言っときゃいいじゃない。そうですよね。そうすれば確かにまだ8回は払拭できますよね、とりあえず。でも大勢でやられたらもう諦めつくじゃないそうですね。それしょうがない、誰が言ったって抑えられないよみたいな。確かにそれはそうですよねと俺は思うけどね。まあで今、ロペス投手を上げてきました、でロペス投手は今一応どうやら急いで8回に持っていきたいと、セットアッパーって相手の勢いを止めるピッチャーが一番いいんだよ。浅尾とかさ、中日の浅尾がいたから岩瀬から少し楽だったんだよ。やっぱ相手の勢いを完全に止めちゃうから、あ、もう無理だみたいな、向こうに分かるでしょ。分かります。とか佐々木がね、抑えの時は森田幸喜っていう、ね、シュートピッチャーがいた、完全に止めてくれるんだよ。あ、そうですか。うわ、シュート嫌だなみたいな。でさ、魔人が出てくる、もうやめたみたいな。確かに。いや、そうなんだよ。だからセットアッパーってやっぱ勢いを止めるんだよ。火がついたまま抑えに来るわけじゃないわけよ。だからこの前でも8回にね、ヤクルト戦、最大5点差あったのが8回9回に6失点したんだよ、 DeNA の投手陣が、調子の悪いエスコバーを出して、そしたらちょっと打たれたんだよ、あ、やっぱり点差があってもちょっと心配になってきたなって言って慌てて伊勢を出したら、伊勢が浜田にスリーランホームランから打たれたんだよ、そして勢いを持ったまま9回に安崎が逆転サヨナラ打たれたんだよ。やっぱね、8回っていうのはやっぱ大切なんだよ。で、相手の勢いを完全に止めとくというか、そして抑えの登場っていうのが一番理想的なんだけど、大勢だったら俺8回はピシャーッと止めてくれると思う。で、今の巨人のそのピッチャー陣にはやっぱり8回に一番いい、その任せられる投手を置くっていうところが一番ちょっと大事になってくる。俺は発想的にはそうだよね。そうですよね。で、もうとにかく残ったピッチャー、大勢では何にも使わないから、大勢だけだから、あとは残しておいて、だから例えば6回まで先発ピッチャー行くでしょ、そしたら7回に誰か、8回に大勢持っていって、抑えはもう残ったピッチャー全員総力戦だよ。そうですね。いやいや、何がなんでももう、いや本当だよ、笑い事じゃないよ。いや、それぐらいしないと今ちょっと中継ぎ陣が一回そういうふうにして立て直した方がいいのかなっていうふうに思うよね。そうですね。やっぱり強い中日の時って8回に浅尾投手がいて、9回に岩瀬投手で、7回もこう確固たるピッチャーっていたので、やっぱ7、8、9ってすごく、だから JFK ってあったけど、阪神のやっぱ藤川球児が抑えとかね、やってる時なんか、藤川球児に多分喋らしたとしたら、いや前の2人がやっぱこう勢いを止めて俺につないでくれたとか、嘘でも言うと思うよ。でもそれは実際半分は本当のことでさ、7回から完全に止められたらもうダメだと思うもんね、相手はね。そうですよね、反撃構成が今はもう、おっしゃ、8回か、やっと8回まで来たぜみたいな、何時間かかって8回まで来てんだみたいな。いや、そうですよ。そんな感じだから、8回である程度の点差が巨人あったとしても、相手チームは、あ、まだ8回来たって。いや、だから相手に対してこれは8回だからなんか起きるよみたいな、そういう引き寄せの法則が入ってんだよ多分ですね、今。そしたらコールにね、巨人ピッチャー何々に変わりまして大勢って言ったら、え、大勢みたいな、これはちょっと厳しいぞ、この8回みたいな相手がなるでしょ。ね、だからそういう気持ちの勢いを止めるためにも、俺は大勢がいいんじゃないかと思う。そうですね。ちょっと型にはまらずに柔軟に配置転換というか、本当に一番いいところに一番いい人っていうと、今はやっぱね、強いチームって型にはまらないし、柔軟性があった方が戦いやすいんだよね。だからそういう意味では体勢を8回にしてちょっと柔軟性を持たしながら、でなんかこうチームが波に乗ってきたらまた9回戻せばいいだけの話。だから選手って確かに記録も大切だけどさ、チームが勝つためにまずは基本やってるからね、だから大勢も投げたいと思ってるだろうし、そのチームが勝つために8回行ってくれって言ったら嫌とは言わない男だよ多分。だからそれは俺はちょっと考えた方がいいかなって思うけどね。そうですね。さあ、この巨人の魔の8回が払拭されていや、これはね、ずっとは続かないよ。誰か抑えてくれるけど、だけどそういうね、相手に勢いがつける思考だとか、8回というフレーズがね、よし8回なんかいけるぞみたいな、大勢の前に点取ろうぜみたいな、だから引き寄せの法則が今入ってるし、はい、で巨人の投手陣の中でも「いや8回かよ」みたいな「俺」みたいなそういうのも入っちゃってるから、もう大勢頼むみたいなね。そうですね、大勢しかいない。そうですね、はい。